オルタネーター。オルタネーターは交流、アルターネティングカレントの電気を生成する発電機である。自動車やオートバイ、小型航空機などに搭載されているものは、ダイオードなどを使った、整流機で直流へと整流される場合も多く、これらの分野では整流機を含めて、オルタネーターと呼ばれる。オートバイの分野では、前照灯、微灯など、バッテリーを通さずに、 交流のまま負荷につなぐ場合もあるため、整流器を含めずに、ジェネレーターとも呼ばれる。オルタネーターの基本原理はコイルを電気子とし、永久磁石を境地とする永久磁石同期発電機である。コイルと永久磁石を近づけたり遠ざけたりすることで、コイルの中を通る磁束密度を化けさせ、電磁誘導により、コイルに発生する電流を交流として取り出す。多くの場合、 永久磁石かコイルの一方を回転させ、もう一方を固定するが、回転する側を回転し、固定される側を固定し、と呼ぶ。永久磁石とコイルの相対的な位置関係を直線的に往復させるものもあり、と呼ばれる。自動車などに搭載されるオルタネーターは、エンジンの回転を動力源として利用し、電装部品の電源を発現する。出力軸の回転を、 直接オルタネーターの回転とする場合や、ベルトとプーリーを介して伝達される場合がある。発電した交流電力は直流に変換されて、バッテリー、蓄電池やコンデンサに蓄えられる。オートバイでは1950年代半ばに、イギリス製の車種に初めて搭載された。自動車では、古くは直流清流子発電機、ダイナモが用いられてきたが、1960年代から、 オルタネーターへと置き換えが進んだ。直流整流子発電機と比較すると、オルタネーターは構造が簡単なため高速回転が可能で、アイドリング中も発電できることから採用されるようになった。オルタネーターで発電された交流電流は整流器、レクチファイアによって直流電流に変換される。ダイオードを用いた半導体整流器が利用される。また、 オルタネーターは回転速度が高くなるほど高い電圧を発生するため電圧レギュレーターによって一定に保たれる。古くはリレート抵抗器を用いて段階制御していたが近年は集積回路 IC で電圧を制御している。整流器と IC を利用した電圧レギュレーターは冷却フィンが備えられたアルミダイカストケースに収められ、 オルタネーターのケースに固定されている場合が多い。オルタネーターは発電機の特性上、負荷が多かった、より高出力の電力を得ようとして、プーリー比を変えたり回転子の電力を上げ磁力を増すと、発電時の抵抗が増すが、固定子の改良により負荷が軽減されたものが、社外品として発売されている。旧来の自動車ではオルタネーターが常時発電していた、ため、バッテリー、 鉛蓄電池が満充電となった後もバッテリーの電極で生じる水の電気分解で電力を消費させていた。一方近年の自動車では燃費向上を目的としてバッテリー電圧を監視し必要電圧を下回らない範囲でオルタネーターの発電量を抑えたり発電を停止させたりする制御を行う車種充電後車もある。これはエンジンブレーキを使う減速時に オルタネーターの負荷を引き上げ、代わりに加速、定常時に引き下げることで発電に使われる燃料の消費を抑えつつ、エンジン出力ではなく車両の持つ運動エネルギーを電力に変えるもので、回生ブレーキに近い仕組みである。回生ブレーキによる電力をより効率的に充電するために、従来のバッテリーとは別に、リチウムイオン電池、スズキエネチャージを追加したり、キャパシタ、 マツダイループを追加して、可変電圧式のウルタネーターを採用する例もある。ウルタネーターは電圧を与えることで、モーター、永久磁石同期発電機であれば永久磁石、同期電動機として駆動させることができるため、いすぐ、インタグレイテッドスタータージェネレーターや、BSG、BLT スタータージェネレーター、ボス等の名称で、自動車においては、 発電機兼用のスターターとして利用されたり、マイルドハイブリッドと呼ばれる方式を採用する車種はエンジンをアシストするハイブリッドモーターとして利用される場合もある。ハイブリッドモーターとして採用する場合において、一定以上の出力を必要とする場合では 12V ではなく、36V や 48V などで、発電、駆動し、バッテリー充電や、電装品へは DC、 DC コンバーターを介して 12V で供給される場合もあるが、一定以下の出力であれば、コスト等を勘案し、コンバーターを介さず 12V でシステムを完結させる場合もある。オルタネーターは自動車では一般的に搭載される装置であるが、ハイブリッドカーでは搭載されない例も多い。ハイブリッドモーターによって発電を行い、高電圧大容量の駆動バッテリーへ蓄電し、 DC、DC コンバーターを介して、電装品や 12V の通常バッテリーに電力供給している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。